エンゼルス2の1レッドソックス。現地時間5月22日エンゼルスタジアム。エンゼルスの大谷翔平選手、28でが22日、日本時間23日、本拠地でのレッドソックス戦に3番指名打者で先発出場。3打数無安打14球の打撃結果に終わったが、チームは接戦を制し2連勝とした。 2番左翼で出場したレッドソックスの吉田正隆外野手29は4打数2安打1打点と活躍。しかしチームは敗れ2連敗となった。初回の第1打席は一度もバットを振らず死球で出塁。3回の第2打席はすべて低めの変化球を空振りし三振に倒れた。6回の第3打席も最後は低めのスライダーを振らされ空振り三振。レッドソックスの先発右腕、 フォークの前に2打席連続三振に倒れた。1. 点リードの8回は、虫一塁で2番手右腕のクロフォードと対戦。カウント2対2後の154キロ直球を捉えたが、打球速度102.1マイル、約164キロキスの痛烈なライナーは右翼手の正面をついた。この日は3打数無安打、1死球に三振。打率は1 0 2 8に止まった。 エンゼルスは1対1の同点で迎えた8回、1番、モニアクが3号ソロを右翼戦へ運び勝ち越し。この日も4打数に安打だ1打点と活躍した有望家具は、同点の7回に適時2.2塁打を放った前日21日、同22日のツインズ戦に続き、2試合連続で決勝打を記録した。新しい解説。最後2イニングをシルセスとは驚き W まぁ、あ、結果が全てだからね。 それにしても今日はトラウタニフローが全く打てずに投手戦を取れたのはチームとして大きいね。明日は大谷も打ってほしいね。新しい解説。大谷はコンスタントにヒットを打つタイプではなく三振も多い。今季はルール変更で守備シフトに制限が加えられ有利なはずだが、3割は打ってほしい。新しい解説。吉田はさすがだった。全員打てない時に打って打点あげる。 これぞスター選手。新しい解説。モニアックがチームを牽引しています。新しい解説。そろそろ DH アデルありそうだな。新しい解説。もう少し下から入ったらよかったけど。